はい、どうみさんこんにちは、ゆうぽんです。本日はですね、コントロールの練習をしていこうと思います。結構ね、試合でも何回か投げてますけど、そのまだフォアボールがね、まだ投げた試合全部1個以上あるんで、しっかりとコントロールよくもっとやっていこうかなと思います。で、どういう練習方法をやるかっていうと、すっごいシンプルなんですけど、今倒れたこれ、これなんかテニスボールを多分入れるやつだと思うんですけど、これにちょっと石を入れて重しにして、ここに立たせて、ここに当てるという、ボールを当てていこうという練習をやっていこうと思います。その高さがね、ここバッターの大体低めぐらい、ストライクの低めぐらいにあるので、この高さをしっかり狙ってやっていこうかなと思います。そしてそのここに見えるかな、ストライクゾーン、ストライクゾーン書いたんですけど、大体ストライクゾーンの広さを書いたんですけど、そのまずは真ん中に置いてやって、他にもアウトコースだったりインコースだったりと、ちょっといろいろ使い分けて変化球も交えながらしっかり狙っていこうと思っています。当たるかどうかは微妙ですけども、温かい目で見守っていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでやっていくんですけども、結構こう見ると的はちっちゃいですね。当てる自信全然ないですけども、頑張ってやっていきたいと思います。まずは、真ん中、そして低め、まっすぐやっていきます。まあ、目指すは、まあ、5球から10球以内に当たればいいなと、ちょっと自信ないんで、結構安牌でいきますけども、やっていきたいと思います。3球目、4球目いきます。5球目いきます。やばん？あれ、ユーポンちゃん。ユーポン？何してんの？え？発煙？発煙でコントロール練習してるんですよ。あれ当てる。あー、結構ちっちゃいやつやん。めっちゃむずいっすよ、これ。これむずい？あ、そうな。もう結構やってんの？もう結構、なんか10分15分やってますけど。あ、もうそうやな。動画撮ってるもんな。1回も当たってないっす。1回よ。マジで？1回も当たってない。あかんなぁ。やばいっすね、これ。ちょ、ここ、はい、近くに、俺知れよって、はいはい、野球うまいやつおるから、はい、ちょっとそいつコントロールええからさ、ちょっと見本見したるわ。おう、ちょっと今から呼ぶから。OK っす。これみたいやな。おそうそうそう。あ、来たわ来たわ。はい。こっち来い。やっと来たか。どうしたんですか？ちょっとな、ユーポンっていう俺の知り合いがおって、はい、YouTube やってんねんけど、はい、ちょっとコントロール練習今しとって、はい、そうで、うまくいかへんから、はい、いやちょっとほら、お前コントロールええやんか。そうっすね。自分で言うんかい。で、それでちょっと、お手本お任せください。うわ、頼もしい。はい、頼もしい。わっしゃい、わっしゃい、おっしゃー、すっげー、やば、一発で当てた。お前すごいな、一発やん。そうっすね、余裕っす、こんなの。俺もビビってね、俺読んでどんどいたのがいいけど、正直何回か失敗するかなと思ったから。僕にかかれば一発だね、こういうの。やばいっす、見た今の。一発で当てられたらもうお手本も何もないっすよ。やらへん。あ、そっかそっか。あ、じゃあ今日はこの本だけやから。こんなにですか。そうそうそう。じゃあまた呼んでください。あ、でも、お疲れ。かっこいい。はい、ということでここでお知らせがございます。はい、いつもねお世話になってるフルネスのダーニさんからちょっとお願いしたいことがございます。僕この度京都府の長岡京市っていう市があって、そこの婚姻届の
応募デザイン婚姻届のデザイン公募があってそこに、応募したんですけど最終審査に通ってお素晴らしい。いやたまたまやけどなたまたまやけどちょっと通ってでこれが市民投票と、一般の LINE 投票もできるってことになったんでなるほどそれでちょっとニューポンのファンの皆さんにもちょっと投票お願いしたいなと思いましてなるほどです。いや7枠最終7枠7枠に残って中に残るってすごいことですよ。そういや本当に素晴らしいことです。でなので皆さんで、ね、ちょっと自分がちょっと普段からお世話になってて一緒に動画撮ってくれたりとかでチームに入れてくださったりとかそもそもしてくださった方なのでねとってもお世話になってる方なのでぜひぜひ谷さんの北谷さんに一票入れていただければと思います。あで投票方法は、はい、ちょっと長岡市の、あ、ここね、はい、ここね長岡市の公式 LINE っていうのがあって、はいはいはい、でそこを友達追加してもらうんですけど、なるほど。でそれだけで友達追加して、トーク画面開いたら、右上に設定とか、うん、なりますね。あるやんな。で、その右から2つ目のボタンを押してもらったら、なんかタイムライン的な、その、公式 LINE が走ってるタイムライン的なのがあるから、そこをちょっとだけ、下から登ってもらったら投票ページあるんでなるほどそこ行って、僕の作品もしよかったらちょっと投票お願いしたいって感じなんですけどじゃあぜひちょっとね、まあ、ここにちょっとやり方とか出してると思うそうそう多分出してもらってるからこのやり方見ていただいてちょっとそうやな、ね、もし本当にいいなと思った方はぜひぜひ投票していただければと思います。あそうですね3月1日から14日までの投票となって2週間なんで14日までに僕のとこに投票してもらえればいいかなって感じなんやけどね。ユーフォンファンの皆さんちょっとよろしくお願いします。お頼みします。お願いします。